静岡県にゆかりのあるそして思い出のある皆さんにお集まりいただきましたが、きっと地元愛郷土愛も強い皆さんでいらっしゃいますよね、はい、こちらがですね、はい、ご説明させていただきます。静岡県伊豆天城産のわさびを使用したお寿司ではお召し上がりいただいて感想なんかをね、はい、これ松本さん、ご飯の中にわさびの茎が入ってるんですね、はい、そうなんです、茎わさびを使ったわさびなりですね。じゃあいただきます。すいません、どうぞ。うわ、辛いです。辛いですか。辛いの。あー、はい、目が覚めますね。一気に目が覚めた。いただきます。本当に静岡美味しいものもありますから、はい、まあ、日本一の富士山もありますし、はい、ぜひ静岡の方に来ていただいて、うん、美味しいものを食べていただけたらと思います。芸能界にまだ1回出てますけど、はい、ベッキーさん休業するそうなんですけど、どうですか。なんか僕真相わかんないんですけど、すごく選ぶ大変なことになってますよね。そうですね。あ、私ベッキーさんが好みのタイプに勝俣さんは、ああ、はい、ありがたいことですけども、だからやっぱりベッキーを好きな人はいっぱいいますし、ベッキーから元気をねもらってるっていうファンの方もいっぱいいると思うんで、もう何があったか分かりませんけど、早く元気なベッキーが戻ってほしいですね。はい、はい、じゃあすいません、ここで。